それでは今回も前回の動画についたコメントをいくつかピックアップして返信していこうと思います。まず最初のコメントがこちらです。まいまいさんからいただきました。今4凸だから参考になるということで、まあ、やっぱり4凸と5凸やったら全然違いますからね。4凸はまあ偶数か、偶数凸だとステータスが上がって、奇数凸だと Z アビリティが上がるんで、まあ、ごとつになった段階で Z アビリティがだいぶ強化されるんで、やっぱり強化しておきたいですよね。まあ、ステータスは4凸分なんで一緒なんですけど、 Z アビリティが全然違うんで、まあ、ごとつにできるならしといて損はないキャラクターなんじゃないかなと思います。お次のコメントがこちらです。ハグクロちゃんからいただきました。再生パン似てます。ただピッコロ大魔王の場所をガリブーにしています。まだザマスがいる環境なので、ザマスがいればガリブー、ザマスなしの時はスラッグ出してますということで、ガリブー持ってないですよね僕もね、もちろん、採用したい気持ちは山々なんですけど、持ってないんで、しゃあないですね今から飛行にもなんか別に引きたくないし、なんならガシャ終わってますよね。きついっす、はい、ガリブーちょっと使ってみたいなっていう気持ちはあるんですが、持ってなかったらしゃあないですね。お次のコメントがこちらです。バリオス2さんからいただきました。2戦目は途中で回線切れてボットになってるっぽいですね。回線不安定から動きだいぶ変わったみたいに感じましたということで、あ、もうそういう仕様になったんや。てか前からそうでしたっけ。回線不安定になったらそのままなんか切断されて試合終了みたいな感じになってましたもんね。だから、回線切断されるとボットになる仕様になったのかな。それは非常にいいっすね。非常にいいけど、なんか途中から急に弱くなりだしたらちょっとあれってなっちゃいますね。はい、まあまあこれはいい傾向にあるんじゃないですか。ということでコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いてってください。それでは本編いきましょう。皆さんこんにちは、キスケです。今回は新しく追加されたエクストリームのスラッグ使っていこうと思います。ソウルブースト今 98% ということで育成完了してます。防御タイプで黄色、体力が82万、結構多いで、7万2000と7万3000、まあ防御タイプなんで火力はそこまでですね。で打撃と射撃を持ってくる劇場版と、はい、必殺アーツ、ダメージを与えて気力回復速度 40% ダウン。なんか今回新しく追加されたキャラクターって相手の気力に嫌がらせするキャラクターばっかですね。で木の解放、自身の手札を全て破壊しカードをランダムに3枚ドロー、射撃のダメージが 15% アップ。まあだからコンボが終わってアーツがなくなったタイミングで打ってあげると結構強いかなとは思います。さあメインアビリティ、気力30回復、回復速度40アップで、必殺アーツのコストを10ダウン。へえ、まあまあまあ、この気力回復30っていうのがやっぱ強いですよね。で Z アビリティ、射撃防御力が 19% アップ、はい、ユニーク、場に出た時以下の効果を発動する、自身のバニシング回復速度が 50% アップ、敵の手札をランダムで1枚破棄。あー、これは強いですね。これは強い、普通に場に出ただけで相手の手札を1枚破壊できるのは結構やりますね。はい、挑発、場に出た時自身の余ダメージを 40% アップ、敵からの攻撃を受けるとこの効果は消えると。なるほどね。無難っすねなんか最近のエクストリームって結構何か壊れてることが多かったんですけど、今回のこのスラッグは割とですね、なんかすごい普通の性能してる。で僕あんま強くないなぁとは思ってるんですよね、正直。まあ、その理由がまずパーフェクトセルを出せなくなるっていうのがやっぱり弱い。同じ色をね、相手のパーティーが偏ってない限りは出したくないんで、正直そこがね一番難儀かなとは思うし、このピッコロ大魔王の方が Z アビリティが優秀なんですよねなので、こいつ単体の性能が結構壊れてないと、まあパーティーに入れるのどうなのかなとは思うんですが、まあせっかく新しく出たんで今回は使ってみます。はい、
ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。お相手は、劇場版パーティーですね。初手何でいくか悩むな。これでお願いします。さあ初手はブーじゃない、ブロリーですねこれ間に合わない。反射神経がおじいちゃん、ザマスに変えて受けて、まあもちろんゴジータに変わっていく。さてどうしようかな。射撃、最速取られていく。変えよう。これで、まあ、相手の手札を1枚破壊できるんで、まあ、実質ワンコンボは潰せたっていうことかな。はい、危ない、やめて、危ねえ。よし、けどこれ赤風呂に変えられて登場がすごい遅くなるんじゃない？大丈夫？はい、じゃ魔人ブーに変えて、はい、ライジングラッシュいっちゃいます。お、ブロリーで受けるか。はい、 OK、まあ、紫ブロリー落とせたらだいぶでかいでしょう。まあ余談になるけど、あのメタルクーラーとあの旧ブロリーっていつ来るんでしょうかね。非常に楽しみ。さあ避けてと。 OK、 はい、あら、対戦ありがとうございました。もっと強いやつを出せ。さあ対戦やっていきましょう。お相手は再生パーティーですね。まあ、おザマスいない、ラッキーザマスおらなかったらちょっとラッキーですよね。こういくか、お願いします。さてお相手はブーブーブーですね魔人ブー魔人ブー魔人ブーですね。これは面白い。射撃、ほいよいしょ。メインアビリティたまんの早いですね。まあ、ここは緑で有利で叩いていきましょう。さてやべ、あー硬直なし、それは厄介ですね。ザマス、さて発動を、射撃 OK、 はい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 、射撃、ちょっと交代禁止が、あー交代できるな、交代して、さてどうしようかな。 OK、 えい、メインヤビ発動で回復して、まあ、メインヤビのこの気力回復は結構やりますね。結構やる。さあどうする、射撃、よし、遅い遅い遅い、はい、ザマスライジングで、はい、まあ必殺でいっかな。魔人ブー3人は面白いですね普通に。うわー、呼ばれら呼ばれていく。けど僕あのガリブー持ってないですよね。もうめっちゃ欲しいねんけど。いや火力高いよなこれ、高いよね。さあ解き放たれしなんちゃら、避けれる。 OK、 えい、はい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 、相手の手札破壊しても、まあこっちのターンやったらちょっとあんま意味ないですよね。けどこれ交代した時にダメージ入ってるんで、あ殴れてるんで、え、やべ火力は上がってるんですよね。ああさよなら。いやでも、まあ、まあまあまあ活躍してくれたんじゃないですかね。十分だと思います。結構削れたんで、さよなら、安心して眠ってくれじゃあメインヤビで回復してと。まあこの紫をがっつりとその回避の仕方やめてくんね。避けれる、避けれる、よしよいしょ。通常打撃、さてさてさて、射撃、通常打撃で返してと。お互いバニシングがない意味、危ねえ、よしいいぞこれ、おい、ライジング2回目いっちゃいましょう。必殺で、もうさすがに必殺ないやろどうですかおい、いいカモにされてんじゃねえかよ。
もうライジングラッシュ2回読まれたらちょっと とんでもないんだが。はい、 OK、 えい、通常打撃で落としていく。さあさあ、ライジング2回落とされても俺は勝つぞ。悪いが、よし、これは最速、さすがに入る。はい、あーちょっと遠い、ステコンミスった。はい、えい、通常打撃で落としていく。よし、さあザマスチェンジの、えい、お、ラッキー。よーし、対戦ありがとうございました。私の理想に近づいた。さあ対戦やっていきましょう。お相手は、サイヤ人パーティーですね。初手何で来るかな。初手、こう行く。こう行こうか。 OK、 お願いします。さあ初手ブロリー、おい、ダブルスラッグでいきましょうか。ダブルスラッグで、はい、射撃。まあお相手キャラクターチェンジはしてこないかな。はいはいはい、最後の一撃だけ変えてもよかったけど、まあまあいいでしょう。これ捨て込んで射撃まで入る。おい、通常打撃。はい、さて、 OK、 避けて、よし、バッチリバッチグーですね。射撃、おい、ブロリーまだやろ。うん、打撃、おお、ライジングたまるぞ。打撃、はいはい、じゃあライジングいっちゃいます。打撃でいこうか。これ落とさんとちょっとめんどくさいですよねめんどくさいですよねさっきの試合からライジング読まれすぎやな、マジで。頑張らんといかんわ。射撃、射撃、ライジングはダメライジングはダメ。よし、射撃、はい、通常打撃で返してと。さあ、あ、なるほど、 OK、 これは美味しいな。はい、有利属性だぞ。射撃、よいしょ、射撃、おお、落とされていく。マジ、ライジング使ってんけどな。さあ回復して、回復して、これ入るんじゃない。あ、ダメ、ダメっぽいですねダメっぽいですね。はい、えいえい、射撃、んよいしょ、あらよ。さてどうしようかな。特殊圧発動して通常打撃で近づいてくる。やーべー、何やってんだすげえ声出たわ。何やってんの。射撃、射撃、打撃、えい、メインヤビで回復してと。相手ライジング使ってないんでちょっとまひってんね、怖いですねやばい、避けて。あー、そうだよな、キャラチェンしようぜって感じっすよね。はい、あー残念、まだ黒髪か、ゴジータ。やんちゃにはなってないと。真面目ゴジータっすね、今のところ。まあ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 、いけるんじゃないですか。 OK、 入っていく。はいはい、よいしょ、ドーン。さあ残るはゴジータのみ。変身していく、ヤンキーに目覚めていく。うん、さて、まあライジングたまるんで別にって感じっすかねこれはい、単発打撃、 OK。 さあ殴っていこうか。これ盤面出たら攻撃力上がるんで、こっちの黄色い方のスラックで殴っていくのも結構強いんじゃないですか。まあ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 、すごいぼちぼちな火力ですね。ま、あー選択の余地なし、これはちょっと嫌ですね。はい、よし、お、双子かな。 OK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 、 まあ無難キャラっすね対戦ありがとうございました。
はい、皆さんお疲れ様でした。今回はエクストリームのスラック使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあなんかやっぱり言った通り、パーフェクトセル出したいなーっていう感じですよね。なんかね、パッとしない。気力回復は、まあメインアビリティのね。メインアビリティの気力回復は強いとは思うんやけど、やっぱりちょっと、微妙かな。すごい微妙。まあ場に出た時に相手の手札破壊できるっていうのは結構強いとは思うんやけど、まあすごいなんか無難、悪く言って無難だと思います。はい、なんか特に尖ったところもないんで、まあ無理して狙う必要はないのかなと思います。はい、ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは、よきドラゴンボールライフを。バイバイ。